ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。去年ね、あの、青春18切符っていうのを買ったんですよ。はい、の JR 乗り放題なんですよ。で、5回分どっか行かなあかんから、うん、とりあえずその遠いとこ行かな損じゃないですか、はい。だから福井の東尋坊行ったんですよ。おいいですね。で、そこであの、まあ、普段テレビあんまり出られへんから、はい、もうテレビみたいな感じの YouTube を撮ったんですよ。あ、それなんなら撮影を目的に行ったぐらい。まあ、そう、ガロチャンネルっていう。ガロチャンネル。はい、あの YouTube ですよ。ガロチャンですね。それで、たまたまその夏やったから、あの東尋坊あるじゃないですか、あの死ぬとこね。死ぬとこ、いや、自殺の名所なんですよ。まあまあ、まあ、まあ、あの、サスペンスとかで追い込まれるところですね。よく出てくるところですね。で、おっさんが飛び込んでるんですよ。え、あ、それあれでしょ、あの、はい、あ、え、どういうことですか。いや、今知ってる情報をぶちまけてください。いや、あれじゃん、要ものすごい飛び込むことで有名なんでしょ。探偵ナイトスクープ。そうでしょ、昔探偵ナイトスクープで飛び込んでったドレアおじさんやと思うでしょ。ああ、で、それショートでも開けたんですよ、そのドレアおじさん、うん、ナイトスクープでおなじみのドレアおじさん。はい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 、違いましたよ、と。え、あ、違うんやと思って。わかって、よう見たら、いろいろあるんですよ。あの、ちょっと待っておじさんという自殺を止めるおじさんがいるんですよ。あ、ちょっと待っておじさんかと。ちょっと待っておじさん。ちょっと待っておじさん。関西支部じゃないですか。いやいや、ちょっと待ってね。いや、違うんですよ。何のこっちゃにパクったんですか。一緒や。あ、いや、パクじゃないよ。参考にしたん。ちょっと待ってね、おじさんは、その、なんか、近くの餅屋さんで、自殺した人を止めたらしいんですよ。はい、ほんで、改心したのか、なんか、その、あ、自殺するのやめますって、なんか、すごい感動的な話だったから、もう、あの、味を締めてじゃないですけど、ま、もう、パトロールして。味を締めてじゃない。じゃあ、それをいい糧にということ、ね、自殺しに来る人を止めてたら、なんか、年間300人ぐらいおって、うわ、すごい。俺は、めちゃめちゃ命、ほんま人助けですよね。新聞載った、いう話。で、ちょっと待っておじさんかなと思っても、それも違うんです。違う、あら、ドレアおじさんでもちょっと待っておじさんでもないと、うん、ドレアおじさんやったら、ね、ナイトスクープあれ出てたの、あの北野誠さんがナイトスクープのあの、あ、そうですね、あれあの探偵してた頃で、ね、20… あれもだいぶ前ですね。20何年前、あの時大概やったじゃないですか。おじさんでしたもんね、はい、今換算したらもう70、80、あら、もうそんなに全然違うやろな、上がってこないですよね。本当ですか。これ誰でもないですよ、うん、誰でもない人が、その船が、観光船があるんですよ、うん、観光船がちょうどいいところで、その止まった時にパフォーマンスで飛び込んであるんですよ。観光や、ほんまに。ああ、自分がもうパフォーマンスしてやってると。ああ、これ違うんですねってコメント来てたら、YouTube にコメント返したら、うちの父親です。娘さんから来たんですか。みたいですよ。はいはいはい。お父さん、うん、いや、それ確かな情報ですけど、あそこ何人かいるんですね。だからローテーションで。いや、別にシフトは組んでないですよ、いや、でもほんまに観光船の一つのアトラクション的な、勝手にやってるってことでしょ。ボランティアで、ボランティアで。そうですし、あれ出てないでしょ。それ、あ、いいんですかね、別に。まあ、道頓堀が飛び込むのとわけが違いますけど。いや、また自己責任ってことですよね。別に書いてないんですよ、飛び込むではいけませんってのは書いてないですよ。いや、そりゃそうでしょうけど。え、だってそれで死んでるわけでしょ、実際。それをして、いや、角度でやっぱこう分かってるってことね。そのパフォーマンスおじさんはちょっと待ってるおじさんに止められるんですか。いや、それ止めたら観光船のね、まあ、何回かあったんじゃん、そのやり取りも。ああ、いや、でも買いっぱなしたらさすがに自殺じゃないでしょ。ちょっと決めに止めて、あ、ちょっと待てか、はいはいはい、ちょっと待てかみたいな感じで、死のか、死のかと思ってないかみたいな。今のちょっと待ってかっていうのは何なんですか。なんですか。いや、違う違う、今ちょっと待ってのつもりで言うたけど、はい、これはちょっと待ってがちょっと待ってやったから、ちょっと間違っちゃった。言い間違っちゃった。そうですよね。だから振り返った時にちょっと待てかってことですよ。キムタクみたいじゃない。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あら、ちょっと待ってってよう使われてますよね。あの、8.6 にもそうですよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。お兄さん。まあそうですね。ちょっと待ってね、あ、そうですね。おすごい。あ、ほんで、8.6 秒バズると闇営業行ってましたもん。ちょっと、お前、ほんまなんだ。え、結局、どっからお前、ほんまよ、ちょっと。あれ、ほんま、ちょっと待ってつながりやったんですね。はぁ。いや、ちょっと待ってて、でも、みんな使ってますよね。もう、めちゃめちゃ怒られたんやから、それ。え、なんのこっちゃねえでしょ、でも。あ、僕は何のこっちゃね、ちょっと待ってねからの何のこっちゃね、はい、で、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってねはいいでしょ。そうそうそう、ちょっと待ってダメなんですか。で、松竹芸能からちょっと待ってって言われて、あ、ちゅうことは松竹芸能ではちょっと待ってという日常会話を怒るために東京から社員やってきましたから。えぇ、ー、僕を怒るために。え、それなんで怒られたんですか。闇営業ってことですよ。あ、
ちょっと待ってねの使用権じゃなくて、そう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 まあ、もう昔なもう時効ですから、まあ、全然いいですけど、若い時ですか、若い時でマーケットまあただ8.6 秒バズカが売れてる時なんでまあまあまあそないにです、まあ、この名前やし8.6秒バズカだ、ボキャブラ世代の人らでしたっけ、いや違う全然その第7ちょっと前かな第7ではないかね、まあまあ第6ぐらい10年以内、全然10年以内の話ですね、まあそんなありましたね、なんのこっちゃねちょっと待ってね、何のこっちゃにおじさん飛び降りたいわ、当時の方からあ、道頓堀が飛び込むやつ止めたらいいんじゃないそれなんでやねん、なんで僕はちょっと待ってほしいなの変なバズり方するわ、まあ、終わろうと思ったけど、終わりなかったいや、まあ一本、一本やからな、違う、それはあのこちらの編集の判断で一本、一本番組で大丈夫、ここカットされてる絶対そこで終わってるカットなんかされたことないですよそうですか、やばいこと言うても実名出してもカットされてないですよそうか、ごめんなさい、8.6 秒バズーカとダイソーミツクニが闇営業行っただけカットしておいてください、もうそれちょっとほんまにもう全然面白くないそれこのいやいや、これアドッキリぐらいカットできるよ、そんなカットしたらカットしてよ根幹ですよ、それお願いします、カットはい、カットです